はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、ダンジョン攻略、今回はレシピの8と9を取っていきたいと思います。で、レシピの8、9を取りに行く際のポイントなんですけども、レシピ9ですね、これは、セイラちゃんを入れてないっていうことが、条件になりますので、今回セイラちゃんは、抜いてきてます。で、あとレシピ8、9を取りに行く際は、1周目の、攻略を、まあ、なぞっていくような感じになりますので、そこまでね強敵が出てくるわけでは、ないです。なのでレシピ7を手に入れたらね、そのまま8、9を取りに行って、大丈夫だと思います。まあそういうわけで探索を進めていきましょう。まあセイラちゃんがいないんでね、また校舎入り口からになります。じゃあ次は、1階南廊下ですね。ここはビックリマスを踏んで階段を出現させますと、まあ、いつもの通りですね。じゃあ1階階段に行きましょう。まあ、強敵マスもね、今のパーティーであれば全然気にしなくて大丈夫なんで、まあ、普通に戦っていきます。じゃあまた2階の南廊下攻略していきましょう。じゃあ次は2階の東廊下、ここはビックリマスを1回踏んで、教室の 2D ですねを出しておく必要があります。じゃあ次は2階階段を上って3階へ行きましょう。では3階南廊下ですね、行きましょう。ここをクリアすると隠し部屋に関する情報が得られますと、まあ、これはね1周目でやってるんで。
じゃあ次は教室 2D になります。 2D をクリアして 2E をクリアしてで、隠し教室が出てくるという流れですね。では教室 2E に行きましょう。混乱耐性をつけてくるの忘れたね。だいたいこういうの忘れるんだよね。隠し教室はね、耐冷装備が必要っていうのは覚えてるんだけど、射抜きがサイガーを打ち抜きましたね混乱してスナイパーが味方にね攻撃すると一発で死ぬからな。ちょっと回復マスに止まりたいけど、おしビンゴ、まあ、復活したとしてもねヒットポイントめっちゃ低いから1 もう一回回復したいんですけど、おわずれたまあいいや。じゃあ北階段ですね。ほんとね、居抜きがね混乱するとめっちゃ厳しいんだよね。それでは隠し教室ですね、行きましょう。耐冷装備はつけてきてあるんでこのまま行きます。で次は中庭からね、本当だったら地下に降りていくんですけれども、やっぱりねこのなんだっけあれ煙幕用のね素材を集めておきたいんで、ま、少しレベル上げも兼ねて探索をしていきます。
では、中庭に行きましょう。ここもねちょっと強敵は回避していきます。まあ、戦闘になったら逃げます。地下階段ですね。で地下階段に、レシピの鉢があります。で強敵もねいるんで、煙幕は5つ持ってきました。ここはどうしようかね。普通に敵と戦っていくか。スタもねわりかしいいもの持ってるん で強敵もねかなりいい素材は持ってるんですよね。ただこの武器で倒せるかっていうところが疑問なんで、強敵はまだちょっと回避していきましょうかね。やっぱりね今はこれ不意打ちか。どうしようかな。まあ、素材集めっていうよりは本当にレシピ回収にした方がねいいと思うんですけど、欲張ると結局ねどっちもできないっていう可能性があるんで、それが一番無駄なんでね。前回のねレシピならねあれはかなりショックでしたね。ただね後の方になるとねああいうこと結構ザラにあるんですよ。レアアイテムがねなかなか集まらなくて結局何にもならないサクセスだったみたいな。言っちゃえば時間の無駄ですよね。せめてね何か一つでも作れれば収穫になるんですけど、やっぱりね必中射撃がね役立つんですよね。でジャイロはね何とか作ったんで、最悪ジャイロ二刀流とかもねできるっちゃできるんですけど、ただ必中がついてないんで、こう3匹出てきた時に1体をね確実に仕留めたいっていう、こういう時にこの必中で倒せる。リロードを本来するべきじゃなくて、あそこはね息を整えるっていうのがねいいんですけど、まあ強敵は避けていきましょう。2体か。これはいけんな。さすがにいけるでしょう。最初がちょっとやばいけど、何よりもちょっとやばいね。あ、青い宝石だ。でここで開発アイテムが追加されましたと。でこのまま進んで祭壇の方に行くとレシピ9があります。ちょっとレシピを見てみましょうか。まあ、絶対作れないけどね。ゴーストバスターね、ゴーストバスターもね耐霊がついてるんで、これはまあ作っておくことはおすすめしますね。ゴーストバスター精霊儀虹色の塊電動石とかね、もうそんなさ虹色の塊とか売ったらいくらなんだろう本当に現実世界で。でテンペストとかね、精霊銀4つか。これって確かねわりかし作りやすいんだよね、精霊銀が4つだけだから。でスウェーバック、体さばきはなぎ払い、なぎ払いもね結構便利なんですよね。敵全体に攻撃できるんで。クリムゾンナイフ、急所狙い致命、これもいいですよね。でフェイクカッター、これはまああれかな、9とか10の方を作った方がいいのかな。ハンターコート、急所狙い、フォートレスメール、であとは異界の蜂がね、ムカデブーツ、忍び足か、異界の靴、これは防御力が上がりつつ行動速度も上がる。で脈動するかとかってね結構大変なんですよ作るのが。呪いの首飾り、呪い耐性、呪い耐性もねいいよね。異界の腕は太陽の指輪、これ何もついてないんですけど、作成するとなんか不可能力がね、割といいのがつく可能性が高いっていう感じかな。一応練習どうだったんだっけ。何にもないのか。地
地下道は進んでいっちゃっていいかね。じゃあちょっと地下道へそのまま進んでいきましょう。あれ地下階段中庭地下、あこっちか、地下道っすね。最悪煙幕で逃げればいいんで。じゃあレシピ9が眠る地下礼拝堂に行きましょう。サイガを外して火力の高い、金原を入れました。でハンマーね2つ一応持ってるんですけど、ハンマーはねどうしても命中率が低いんで、二刀流目は、なんかナックル的なねいつものやつを装備させてます。ちょっと待ってね、回復アイテムか、スプレー、ガラスの瓶が必要か。これ3つ、緊急用にスプレーをね1つ持っておくのは、すみすみすみ。で、5個でしょ？で、3個でしょ？全回復も1個持っておきますか。炭何個作ったっけ？全然、炭作ってないわ。ガラスの瓶。で、全回復薬も1個持っておきましょう。でね、1周目をやった時にはね、めちゃくちゃ強敵マスに止まったんで、今回煙幕は5個でしょ。うん、普通だね。よしよしよし。でここはね探索率が1回でね16上がるんで、まあいいっちゃいいんですけど、煙幕5個くらいはやっぱりね持っておきたいよね。でなるべくね犬木くんは息を減らしたくないんで、よし。16、32、もうあとはこいつら倒したら全部逃げてもいいかもね。あるからだな、やっぱりな、低いよな。うわちょっと食らったか。何の服も意外に減ってんな。うん、強敵だね。これは確実に逃げていこう。地獄部下でもね最終的にはね狩らないとね、こいつがなんか金属質の殻みたいなやつとかも持ってるんですよね。ただ今の装備はさすがにきつい。逃げよう。強力なね貫通用の武器とかが手に入るといいんだけど、ちょっとね2本目以降のねジャイロ棒がねあんま強いのができなかったんですよ。こういうところね大成功とか、あ鍵が手に入った超成功とかね出てくれると嬉しいんですけど、あ金原大霊装備してねえわ、そういえば。となるとよ、まず必中でこいつは確実に倒す。でこれでしょ。で金原は真ん中を狙っていこう。でレート、ジャイロ棒貫通倒せそうだね。一回リロードしよう。でよし、金原ちょっとやばいね。いいや、もう全回復使っちゃおう。
で、必中で確実にまず当てておく。で、あとはジャイロ棒から攻めていけば OK。 外した。外しおった。居抜きが。これって手に入るんだっけ。1枚よし、レシピは手に入れましたね。で、2周目クリアするまでにはね、レシピ10っていうのもあるんですけど、まあ、それはね、セイラちゃんを入れないと手に入れられないんで。どうも、これ1枚手に入る？おー、ゲット R。じゃあちょっとレシピ9を見てみましょう。あ、チェイスライフルね、必中射撃。ゴーストバスターもまあ確かにいいんですけど、チェイスライフルもね強いですよね。当分の課題はゴーストバスターチェイスライフル。ベルセルクとかね、かっこいいよね。脈動するかとか絶対無理だけどさ。焦点打ち、テンペストをまず作るか、ちょっと作りやすいから。で、体さばきのゲイルエッジ、ソーンクラッシュは転倒か。転倒は確かに、転倒してくれれば戦闘がめちゃ楽になるからね。リベンジブル刃、ガーディアンシールド、そう、ガーディアンシールドを使ってこのね、カバウをしながら戦う戦法っていうのも有効らしいですけど、ちょっと俺はよくわかんないんだよな。で、防具の Q はないのか。ああ、ないね。防具の Q はなしか。あ、で、ここもなしか。Q って武器だけなんだね。なるほど。え、何かさ、作れそうなのとかってある？なくね？あ、せめて7とかになるんだろうな。何も持ってないもんだって。魔獣の牙は持ってるけど、脈動するかとか今から集めらんないでしょ。そうなるとゴーストバスターとかも無理だしな。 EMP 砲とか、いやー、何もないね。履かない霊視とかステップシューズ、もう頭とかがねめちゃくちゃ弱いんだよね。怒りの鉢金とか幸せの冠、これ何個かね作りたいよね。必殺バイザーが、あ、無理か。ピンクの冠みたいなのが作れる。3つ作れるな。呪い耐性か。呪い耐性もなつけておきたいけど、ふわふわフードとかな併用できないからね。いや、悩むは悩むね。ぬめぬめスーツね、ちょっと作っておきたいんですよね。弾む肉塊とかってあれなんだよね、鍵を開けないといけないから。現実的に何も作れねえわ。簡単に言うと。じゃあ一応まあ9まで手に入れましたので、一旦ここで終了したいと思います。次はレシピ9の装備をまあちょいちょい揃えつつ、レシピ10ですね狙って、進めていきたいと思います。じゃあ今日はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。